親父の写真家の中で現像焼き付けをさされるんですよ。お葬式の写真と結婚式の写真を同時に焼いちゃうんだ。こういっぺん作った駅はもったいないな、やっちゃえって言われて、僕気持ちとしてお祝い事はお祝い事で、でお葬式はお葬式で焼いてあげた方がいいんじゃないのって言ったら、お前商売のことガタガタ言うことないって言い出して、じゃあ悪いけどね、もう今まで修行したけど僕は辞めたい、どこ行くねんって、いや芸能界行きます、芸能界行ったかって俺は知らんから、いや教えることもなんできない、教えてもらえなくてもいい、自分でやってくるから行かしてもらおう、あ行きなさい、その代わり言っとくけどな、お前そのカメラ持って行くな、写真のこと一緒やけどするなと、分かった言ってカメラ持って、で芸能界、その芸能界行くって言っても何のつてもないし、親戚も知り合いもないし、三の目の大きな新世紀っていう大きなマンモスキャバレーがあるんですよ。なぜね、舞台がね、大きな舞台がね、こう舞うんですよ、こう。だこれジャズバンドがこうあったら、そのジャズバンドが演奏しながらガーッと回ったら、クロスしてタンゴバンドが出てくるわけですよ。そういう劇場ってなかなかないですよ。女の子がダンサーが200人ぐらい、女給さんが100人ぐらいかな、だからボーイさんがね40人ぐらいいたんですね、大きな。そこにね行ってきた人がね、スタイフェヒンが来てたよとか言って、ピッチャージャイアンツの力道山が来てたよとか、誰それが来てたとか、だからあそこにいてて働いてたら芸能界の糸口が見つかるんちゃうかなと思って、試験があったのよ。で行ったら一番に落とされちゃったんだ。で眼鏡かけてるって、でその自分サービス業として眼鏡をかけてたら使ってくれないの。パーで帰ったら家の電話鳴ったんですよ。で奥さんが出てきて、そのキャバレーの審査員の人に言ってた、あんたいい点を取ってんだけど外すことできないのって言う。いやそう悪いですけど眼鏡を僕の目の一つですからって言ったら、じゃあ縁のないのあるって言って、持ってますって言って、それ持って来てちょうだいって言って、ガラスの眼鏡でこう穴が開いてて、金でこうつないで、ここはここで金でつながってるって、レンズは全部ガラスってやつがあるんです。それを持って来たら、ああそれでいけるじゃないって、でみんな偉いさん重役連中に相談したら、いいよとか言って。その時に可決したんですよ。玉突きこうやってやってたよ。で金沢病院っていうとこ行って、な先生が出てきて、岡村ってなんだ、廊下の長椅子に寝てるわけですけど、みんな待ち合わせなんかないんですよ、病院戦後ね。岡村ってどれやって言って、うちの母が、育ての母が手挙げたら、ああ肺病だぞこれ、肺病もう治らんから、次、はい次行こうって言って、で先生なんとか治してください、治らんもんはない、まあ、薬も何もない、肺病がもうむちゃくちゃなってるのかな、バンって言って、での金色野菜みたいにお袋がその先生の足くらついたらガーンやって今でも覚えてます、その先生言った言葉、俺はな中国で戦争行ってな、軍医しててな、ここは飛ぶわ、これは飛ぶわ、鼻は飛ぶわ、亀は飛ぶわ、足は飛ぶわってね、重症で今まさに手に召されるって時に、みんな俺の手を握って何と言ったって、お母ちゃんって知ったんだぞって、この神戸見てみよう、焼け野原になってる、復興するために生きてんやろって、復興できんなんて死ねえ、バーン蹴られて、で家で寝てたら、お袋がどこで調べたのかさ、その先生のうち妻の月見山っていうところへ訪ねて行って、今日お昼お世話になりました岡村の母でございますって、
ちょっとご挨拶だけに行ったら、あかん、帰れ帰れって言って、帰りますけど、これだけお納めくださいって。で、これなんか、こう、ね、先生持って入って、で、そこの中の見て、驚いたんだろうね。菓子折りやって持って行ったけど、なんかお金通じたんでしょう。出てきて、お前な、おばさん、明日、息子連れてこい。と言って。これで行ったん。そら偉い先生で、お前、偉いよ、歯を持ってんな、とか言って。来てもお前ら治らんぞ、って。その代わりな、アメリカに負けたわけでな、今不思議な薬がいっぱい入ってきたやん。それなんとかやってんけど。結核に効くパス、ストマイ、ペニシリン、こんな名前を5つぐらい言って、高い。一般庶民は打てない。お前とこ打てるかって。母は聞いてて、打ってやりますって。よし、わかった。やろうって。収容所に、それから入れられたの。エゲ山の上の方に。隔離されて、注射打ってもうたんです。パスっていう薬。で、物を見つけもせんうちに、検査したら、菌が出てないの。菌が、結核の菌が死んだって言われて。でも、この使い物にならなかった、この肺を取ろうと。その手術が大変だったの。2時間って言ってたの。6時間かかったの。それ、極麻酔だけで、横手で廊下走ってんのをおるんですよ。波を掘れんけ、今日とかなんとか波を出せって言って、うるさいあのクソバをつまみ出せって、後で聞いたらうちのその育ての母があった。美空ひばりさんが来ました。で、エリチエミさんも来ました。で、雪村泉さんも来ました。だから、それはみんな、専属の司会者は来ないですよ、そのキャバレーの仕事は。こっちがやって。雪村泉さん。その時、山口さんにマネージャーが、神戸出身の人やったんですよ。で、息があって、二度目の雪村さんの出演の時に、山口さん、なんとか、こっから抜けて、プロになりたいんですけど、ちょっとどなたかなんか紹介していただけませんかって、言ったら、じゃあ関西で有名な大久保玲さん、親しいけど紹介してあげようか言って、あお願いしますって言って、で紹介してもらって行ったんです。その時新世紀でもう やってるって聞いた途端に即先日よし来い、明日から来いっていうことで、で司会者として地方回るわけです。その時芸名がいるから芸名つけとくか言って、で、まあ、岡村っていうのか、うん、なお俺の一時やるって、大久保の王で岡村の村入れて、で、まあ、よう喋んなって、おめでたいおてやかな、なんかおめでたい昆布の昆つけようって、で大村ね、親さんの王と俺の村って大村昆、昆布の昆、昆昆昆太とか昆吉とか昆三郎とかってないんですかって、何言ってんねん、お前。運がええねん、運が。なんで運がいいんですかって聞いたら。お前、薬見てみ、薬。みんな運がついてるやろって。あれ、覚えやすいねん、運がついてんねん。コンっていう珍しい名前なんていいじゃないか。ケチつけんのか、俺の。って言うから、いやいや、なんか物足りないような気がしたもんですから、って。コンでいいって。それで、笠置静子のショーがあって、その時台本ができてきた。その時、見たら山がついてたんです。昆布の昆に、先生山がついてんですけど、言ったら、俺中国で戦争してる時昆仑山まで攻めていったんやって、この麓まで神の山や、これこれこの山使えようって、でそれ使うようになった。大久保玲の親さんが喋り方は関西風の縛り方で、皆さんよくおいでいただきました、今日は桜の花が咲いてます綺麗ですねとか言って、大卒お迎えしましょうとか言って、普通の会話なんですよ。で一番最初そういうつもりで話したら、あの庄司太郎さんの番頭さんが出てきて、お前の司会でな、うちの先生で出ていかれへんねん、わかりました、でガガガあの
歌詞3番覚えたりして、灰田勝彦さんの時でもどこかで誰かが呼ぶようなそんな気がして旅に出た、そうですお待たせしました、灰田勝彦が出ますとか言ってね、そういうふうに歌わなあかんわけですよ。東京の歌手は歌なら出てこないんですよ。それをまたその現場で覚えて、今日は西、明日は東、東海道の道はどうのとか言ってね、タン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 タタタンタンタタタタタンタンって出てくるんですよ。お迎えします庄司太郎ですって言って、さ庄司さん歌う、ハリーノーって言って歌う。旅回りしてる最中に灰田勝彦さんとお仕事してて、あの方野球構造にあったかいっていう歌を一番最後歌うんですよ。で今みたいにこういうマイクじゃなしにベロマイクのこうその顔くっつけてね、袖からねお客さん見えないとこからね果物カゴの中にねサインボールがいっぱい入っててね、それをこう上手にその灰田先生に掘らないかんわけですよ。俺がだからこの辺のあたりはいいけども、もうこうそれ以上離れたらカッと怒るわけですよ。ほんでしばらくしたら出てこいってこう出てこいって、司会した人間が蝶ネクタイ締めてくたもんかが持って出て行ったらものすごい受けたんですよ。えこんなに受けんのと思ったら、でこうもっと掘れって言うから、そばまでで行ってもう本当に近くまで行ったらこう上げてもいいわけでしょ、掘れって言うんだよ。だからそのおでこ向かって掘るわけですよ。おでこに当たったやつをこうカンとこういうして客席に落としてるわけですよ。サッカーでもこうおでこにやるでしょ、あれをやるわけですよ。それから楽屋に入って、先生面白かった言ったら、おもろいやろ、おもろいことやらなかったらあかんねん、歌詞は歌を歌ってたらダメやねん、おもろいこともやらないかん。それである時先生に会って、私役者になります、司会やめますって言って、いいと思うよと、俺応援するからねって言って、ありがとうって、そうしてるうちに誰がどうなったのか、北野劇場に住倉支配人っていて、後の関西テレビの偉いさんになった人がいて、大久保玲さんについてる大村コンっていうのはちょっと面白いやないよな、あれうちに欲しいんだけど玲さんくれないって言って、で師匠からお前北野劇場行くんだけどいいかって言って、それでその喜んで行きますって北野劇場入った、入ったはいいんだけど、そこに笹十郎さんがいて、で僕が入ってしばらくしたら今度茶川一郎さんが入って、笹弁茶川弁って僕は言ってましたけど、完全な関西弁やないけど関西の人が喜ぶような関西弁を覚えてやってた。そこで僕は本当の関西人が入っていって、神戸の人間やからあんまり浜言葉やから大阪とは京都みたいな色がついてないんですよ。よかったのは言葉が、彼の言葉を吸収したら全国に通るようになったんですよ。テレビができたら全国でしょ。その前触れとして北野劇場で3年間それやったんですよ、3人でコント。だから茶川さんは小山、もう大体小山芸で、僕はボケで、笹谷がツッコミで、笹谷っていう人はボケだったけど俺ツッコミだったんです。だから笹谷のツッコミがものすごいきれい、すごいから受け倒したん。だそれが北野劇場の名物コントになったんですよ。おかげで認めてもらって、そのきっかけを作ってくれたのが花と小箱、先生がオイスミュージックで書を書いてたんですよ。で北野劇場を補給して面白くしてやっていかないかよっていうので、大村君が入った途端にこうその本を書き出したわけ、このコントを。だ笹谷も茶川さんも俺も必死のパチでやったんです。それが受けたんです。だから番頭さんとデチドンとかやりくりアパートとかトンマ天狗の原点を北野劇場で作ってたんですよ。
当時は VTR ってないじゃないですか、テレビは。生放送、生のドラマ、要するに時間いっぱいにちょんと収めないかんわけですよ。そのために稽古はしてるけども、本番になったらボケなんだから、バントアンデッチなんかやったら僕はボケやから、例えばなんとかパーンと叩かれてもしばらくたなんとかでんとかって、あいたーとか言ってちょっと遅れて受けたりするじゃないですか。それがネタになったら、また雁之助がどっかでバーンってやったら、なんかたんとかでんとかたん、あいたーとか言って、でしばらくしたらもっと長くなって、だけどね、行ってきますってガラッと開けて、いたーとかさ言ったり、客はもうそどこら辺で言いたいの言うかなと思ってやるでしょ。なら、まくる時あるわけですよ。そのネタがあったら使えないんですよ。だのに、その弾みで彼は叩きよるわけですよ、私。なら、そうでいた言えないから、また襲えるとやね、どん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 芝居がなくなって、最後のオチがなくなっちゃう時があるんですよ。今のメイクさんっていうのは、病院の先生みたいな白いコート着てたんですよ。セットの中にカメラおるんですよ。セット外が、セット作ってあるんですよ。でこう振り回すだけでこう移動する、ここのシーンは今度こっちでやるとこう回すようにね、その回す間にセットの間にメイクさんの休憩室があって、そこでこう俺がこう拭いてもらってたの、汗を。それがカメラを移動するときに映っちゃったわけです、チラッと。なそのうちの育ての母を見てて、うちのお医者さん来てなんかしてたわ、あえて夜帰ったら2回もう布団引いてるよって言うのよ。どうしたんって、調子悪いよねって言うのよ。うつったでってお医者さんにガーゼで顔拭いてもらってとこへ、そういうミスもある。その代わりいいのは、終わった途端に出てったトーマテングの格好でガラス戸の中で喫茶店があって、その喫茶店まで行ったらもう近所の人がいっぱい出てきて、そのみんなガラス戸にぶらついて大村君を見ようと言って、で僕はこう合図して刀抜いてキキって切る格好したりして、片っぽでも見せたりしてサービスして、で僕ら着替えてちゃんと鳥打ち帽子かぶってメイクも落として出る時までも半分以上待ってる。だから家に帰ったらいっぱいまた人がいるし、だから年に3回ぐらいかな、衣装の場で帰ったことある。衣装の場まで見せてほしいっていう人がいて、メイクさんにちょっとねお礼しすためにちゃんと衣装着て、トランクは荷物は奥の車に乗せてもらって、トンマテングの格好で帰りましたよ。面白かったね。その自分にキャー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 応援してくれて、僕を追っかけてくれて、驚くのはこんちゃんだけで来るんだから、郵便が。こんなん知らんでしょ。自分でこんちゃんのファンですとか、サインくださいとか、いつもテレビ見てますとかって書いて、こっちはこんちゃんです。これ投函して来てるんで、そういう郵便局も粋なもんでしょ。クラマテングっていうのね、当時映画で受けてた覆面でね、白馬乗って出てくる今のスーパーマンみたいな人がヒーローね、それを花と小箱はトンマテングに書いて、一社提供大塚製薬のオロナイン軟膏を本名にして、姓はオロナイン、名は軟膏、人呼んでトンマテングって、これ始まる。これはバカ受けしたんです。その時に三木のりえ先生が大阪に来てて、こんちゃん飯食おう言うて今座と呼ばれて、両手そこでどんちゃん騒ぎして、この先生ね、どんだあとちょっと人が変わってくるんですよ。飲まない時いいんですけど、そこへ芸妓さんが2人ほどが来てね、あらこんさんって、こんちゃんって言ったのかな、のりえ先生に、本人に、俺は大村君じゃねえやこの野郎とか言って、来たなと思った途端にバーッと障子開けて、屋根、2階の屋根走り出したんですよ。そんなこと考えられませんでしょ。それってみんなで追っかけまして、ほんで捕まえて、後に菓子折り持って東京の四ツ谷のあそこのお家に行ったら、
こっちは悪かったなって、俺なもう花眼鏡なやめる、大阪で間違えられたら全国もそうやと思うで、だから君は花眼鏡はこんちゃんの意見、俺はもう眼鏡取る、でどうしても眼鏡いる時はまっすぐかけて下ろさへん、だから これはお前はやれって言って、そこでお墨付けもらった、それでちゃんと握手して帰ってきた。駒屋さんの話でね、面白いのがね、大塚製薬さん一社提供のトンマ天狗ね、姓はオルライン、名は南光、オルライン南光、僕はもうオルライン南光の元祖だっていうね、それまで大丸ラケツさんがラジオで売ってたけど、俺はテレビでオルライン南光、俺が宣伝やってんだっていう気持ちで一生懸命やってたの。なる時ね、社長から電話かかってきて、あんた悪いけど外して何は千恵子さんに帰るって言って、社長何ですかって、いや何は先生とな、ゆんべご飯食べたらな、大村君に刺すとのいいけどな、私も刺してって、何は先生どうしてですかって言ったら、あんた私の本名を聞いたらねびっくりするよとか言って、先生の本名何ですかって言ったら、何個を聞くの、オロライン南光が菊野社長参りました、早速それ考えます、やらせてもらいますって約束したから、こんちゃん外れることになったって、大塚製薬さんにもムーってしてたんだ。そうするとオロナミン C 持って偉いさんが来て、今度これのコマーシャルやってください、知りません、僕はやりません、いややってください、社運をかけてうちは作ってますから、これをあんたに、とこ原稿を見たら元気はつらつオロナミン C ドリンクと書いてあるんですよ。元気ありませんよ、そんな片っぽないのし、暇あったら寝てるだけですよ。そのぐらいいたわってた男に元気はつらつって言われたかって困るでしょ。部長帰りました、しばらくしたらその上の人が来て、なんで断んねん、うちはね必死のパチでこれから言ってね、これにかけてんねん、トンマ天狗は言うて悪いけどどこの人かわからん人がトンマ天狗になってね、スターになったでしょ、大塚に恩返しするのが当たり前と違うかって、なんでできへんねんって、やりませんって言おうと思って行き過ぎたら横に陽子さんがいたんです、うちのやらせていただきますって言って、なんでそんなこと言うのと、あの人は貿易会社で経理やってたから、来た書類を見てたよね、だからギャラの数字が変わってたんですね、こんだけまで向こうは言うてんねんからってやらせてもらいます、おい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 ってありがとう、もうよこんちゃんより奥さんの方がよ話分かるって帰りやつ、それからもうダーッと一気にあれ今みんなが知ってるポスターができたんです。撮影なんか大変でしたよ、もうその当時のカメラマンさんって映画から来てるから機嫌悪いんですよ。これがオロナミンしたらね、こう持つでしょ、こう下下ろしとけって言うんで、上げてくれって、これこうなってるとこうなってるってあかん、もうこれこれはこっちの向いてなかったら、それからここのピントとこのピントが合ってなかったらあかんわけよ、でこれ下ろせと、で上げたら元気はつらつってこうね、オロナミン C ってこうならないから、ちゃんとこう持ってこいよとか言って、言うたとこ持ってこいよとか言って、おいメガネ下ろせとか言って、偉そうに、嬉しくないから落ちないんですよとか言って言ったら、わーっと受けたんですよ、カメラさん皆さんがね、あこれ受けるなと思う、これをかけ取って監督は
腕シート眼鏡が落ちるんですよ言ったらパッと落ちる、その絵が欲しいって言うんです。これまたえらいこと言われた。あ、眼鏡眼鏡ってカメラさん金槌でカンカンって終わって、でレンズなしで、こうや天狗つけて、天狗でこういうこういう野球のこのやつ、ここのやつを作ってきて、長いこともあったら大道具さんがで、それをここへ置いてつけて、嬉しいと眼鏡が落ちるんですよって引っ張れって言うのよ。落ちませんよ、眼鏡かけてる人に聞いてごらん、このまま落ちません。眼鏡っていっぺん前へ引っ張って前へ落としてこうやらなかったら落ちないんですよ。それ言ったら、おいもっともっと前に座って、前に前から引っ張れって、こんなことしたら眼鏡飛んでまうでと、案の定嬉しいと眼鏡落ちるでバーン飛んでもたん。その時に俺はもう分かったの、この機械使ってやれる方法分かった。1時間散々やってできないの、この眼鏡それを後ろに持ってこいって、この眼鏡のこの縁にこれをつけるわけですよ、これをこれを固定してしまう。でこう持って、でこれを押したらこの眼鏡落ちるわけですよ。だからこうしてこれを押したらこれ眼鏡落ちる。そういうふうにして嬉しいと眼鏡が落ちるんですよのができて、それが名作になって、もう世の中全部落ちるが入るようになったの。オーロラミン C しか飲まないからね、今だに。